引き続き、後半の部分をやってみたいと思いますけど、後半は、こういう昔の音楽って最後の方がすごくうわーっと盛り上がって感動的みたいな感じのが多いですよね。これもそんな感じにした方がいいと思いますので、ただオーケストラだったら少しずつ人数が増えていくだとかできるし、ピアノの場合だったらちっちゃい音から大きい音までのレンジが広いですからやりやすいんですけど、まだやりやすいと思うんですけど、難しいのは一緒ですけど、ウクレレの場合は大変です、ダイナミックレンジがすごく狭いので、なのでその辺はできる限り工夫してみたいと思います。2枚目の2段目の最初からいきます。また4拍目から始まりますね。こう出だし一応四分音符なんで、まあ四分音符でやってみましょう。八分音符でやるときにはそれなりのためを作ってくださいね、前に。はい、でここで今までこう P で、あるいは前半も、どうだっけなんてやってたのを、ここで愛の指で、これでちょっとだけリズムが多くなった分だけ盛り上がりますよね。次 G7 なんで、でそのまま2を小指、2を薬指のままで、で小指出して、でこの小指を5に持ってってですね。そして次のやつは中指で2つ4を押さえちゃって人差し指で3を押さえてください。ここの辺幅が狭いのでね、1フレットのDm7 の時は中指と薬指の方が綺麗な音が出ると思いますが、この場合は中指2つじゃないと大人は指が入らないですね。はい、そして今下から2番目のと最初ら辺まで来ましたね。次77はこれ小指を開いてさっと7ね、7見える。で2は人差し指だよね。でしゃくとり虫みたいにこれが縮んできて5、さらに縮んで3、2以外は全部小指、7、2、5、3、小指、人差し指、小指、でここ楽譜にちょっと色を塗っといたんですけど、ここメロディーですね。なのでここでですね、オーケストラだったら人数が増えたってやつですね。盛り上がりますね。はい、なのでここは親指で弾きます。 P で弾きます。で次から同じ押さえだけど、ここは伴奏ですね、軽い音。G7 はメロディー、Dm7 を
離さないままズズズズって滑ってって薬指だけはみ出します。これバラしちゃうと難しいです。で次薬指と小指だけ残しておいて中指と人差し指を入れ替えます。こんな感じですかね。さあ練習を楽しんでください。じゃあねー。